はい、よくある質問のコーナーですね。まあ、ホームページのこのね、下の方にですね、文字でね、いろいろ書かれてるんで、Q&A 形式で書かれてるんで、まあ、そこをよく見てほしいんですけれども、まあ、わからなければね、お電話、ぜひ、教室の方にかけていただければ、当然、お答えさせていただきます。まあ、基本的には通信講座なんですけれども、欧州館のは通信教室はですね、教室授業そのままにというふうな形で行っていますので、まあ、何か分かんなければどんどん教室の方にお電話をいただいてですね、通信講座の生徒さんもね、教室生徒さんと同様ですので、どんどんね、教室の方にも分からないことがあればね、ご質問のお電話をいただいて、で、この Q&A のコーナーも途中でいろいろ増えていると思いますのでね、やっていきながらね、いろんなものも解決していきたいと思ってます。ですので、まあ、よくある質問、下のテキストのところを見ていただいて、わからないものがあれば、お電話いただければ、欧州館の輪では対応させていただきますのでね、お気軽に質問もしてきてください。